男とか女とかっていう概念が嫌いなんです。美しければ何でもありだと思うし、最初え男の人だよねってずっと思ってて、ある日女の人だってした時に、あこんなかっこいい女の人がいるんだと思って、それ耽美主義と言いますか、ほとんど二次元みたいなもんなんで、すごい綺麗に思えるんですよ。男よりも男っぽい、雰囲気を出しつつ、女の美しさを男で表現できる。私が今まで見た中の男の人の誰よりもアキラさんがかっこいいと思ってます。いや、アキラさんはもう本当にかっこよくても男装のレベルじゃないみたいな、もうほとんど二次元みたいなもんなんで、綺麗さが私が今まで見た中の男の人の誰よりもアキラさんがかっこいいと思ってます。迫られたらついていけます。アキラです。モデル、アーティスト、舞台などなんかいろいろやってます。もともとこういうファッションをやっていて、たまたま声かけてもらって、しかも声かけられて断ってて1年後ぐらいなんですよ。ちゃんと読者モデルとして出始めたのが、ゴシックだとかロリータとか、あとパンクだとか、あと、ロックだとか、そういった、個性的なファッションをベースに原宿発信の、まあ、個性派ファッションを、まあ記事にさせていただいてると。結構そんなにコテコテにボーイズっていうものが流行る前出て、半年で表紙とかやらせてもらってるんですよ。だからそんなに男装ブームに乗ったって感じもなく、みたいな。なんかたまたまこういう格好してたらこういう格好が流行りましたっていう。キャラの読者って結構そういう耽美主義といいますか、綺麗なものは綺麗、好きなものは好きという表現をする方たちが多い中で、まあ、彼女がまあ魅力的なところっていうのは、やっぱ一番にそういった自らそういったプライベートからこう個性的なファッションをまあ楽しんでいると。そうですね、もう高校ぐらいからこういうファッションを着たりなんだりしてたんで。で、もともと男の子の格好を遊びでしてたんですよ。カツラとか持ってて、当時髪長かったんで、でちょっと別の仕事やったんで髪も切れなくって、まあ、カツラでボーイズスタイルを楽しむじゃないけど、それこそ男装ですよね。男装ファッションはもともとそういう日本の宝塚とか、特にお客さんでは、まあ、異性の男性の方も見られると思いますけれども、女性から支持を仰いでる、文化だと僕は思っているので、そういう中で女性も、異性男性を問わず、綺麗なものは綺麗と、化粧とかもしないで、ま、眉毛だけ描いて本当に男に見えるように、服とかもヒップホップ系みたいな、ビーボーイみたいな。これやってる？売り切れた。マジか。うん、今見せてたら泣けるんだ。お、なんか4、5連休で、そうそうそう、こういうさ、通ってた。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。今はメンスパの撮影に参加させていただきました。この時期はちょっと撮影が多い時期ですね。彼はすごくその男よりも男っぽい、雰囲気を出しつつ、女の美しさを男で表現できるっていうのが彼の魅力だと思います。まあ、基本的にはパンツスタイル、ボーイズスタイルって言われるちょっと男の子寄りのファッションですね。ただなんていうんですか、系統っていうかは結構時期によって、それこそ V ホス系が流行ったりとか、派手めなボーイズが流行ったりとか、結構もう流行りに乗ってますね。ダボッとさせるトップスを、基本的に上は緩やかですね。あんまりピチッとしたのがね、胸が強調されたりするのが嫌なんで、ブラジャーつけないし。これ全部服ですね、下は。これは黒系だから結構もうこう睨みつけてとかが多いですし、もっとカジュアルとかだとこうとか、とか
モデルって服を綺麗に見せる仕事なんで、基本的にはその服がどう見えるかとか、まあ、ちょっと少年カジュアルみたいな感じですね。なんか別に特に絶対男の子っぽくしようとは普段は思ってないんですよね。むしろ森ガールになりたいとか言って去年散々騒いでましたし、俺なんかこのままだと俺結婚できないんじゃないかなと思って、そろそろ森ガールに方向転換しようかなとか言ってたら、まあやめた方がいいんじゃないかっていう周囲のね、ただ声をもらい、茶髪のくるくるのウィッグつけるとすごいメタラーみたいになるんですよ、顔つきが。だからちょっと諦めようかな。可愛らしい女子にはなれないですよ。小学校の時に今ぐらい身長がもうあったんで、まあ、男子から見たら可愛くない女子ですよね。いるじゃないですか、学年に一人くらい。そういうタイプだったんで、デカ女みたいな。著名なね、アーティストさんとか女優さんなんかも、まあ、キャラに出ていただくんですけども、出てる人で一番好きな人誰ですかっていうと、やっぱりダントツでアキラさんなんですね。バレンタインデーとか、あとアキラさんにファンレターとかそういうプレゼントとかっていうのもすごい送ってくるんです、アキラさんに渡してください。男とか女とかっていう概念が嫌いなんです。美しければ何でもありだと思うし、見た目も中身もどんなに綺麗でも性格ブスな子は嫌いだし、なんていうか男性っていう感じじゃないんですよ。なんかもうこれが当たり前だから、何なんだろうな。でも男から見てもかっこいいなと思う。男よりかっこいい。多分それは別に顔がかっこいいだけなんじゃないそう、もう元が男装作りの問題に、男装もクソもないから、顔がただ単にちょっと男っぽくてイケメンなだけでした。まあ間違いなくお前らよりはかっこいいもんね。まあそれは否めないわ。それは何も言えねえわ。それは何も言えねえ。あの格好はもちろんモデルさんなんでかっこいいのは当たり前なんですけど、もう中身が紳士なんですよ。もうちゃんともう自然にレディーファーストができる。どうなの最近の恋愛事情はとか、受験どうだったとか、何でも突っ込んで聞いてきますよ。家のこと大丈夫かとか、ちゃんとお母さんにお礼言いなさいとか。やっぱ女子校だったのか、女子校女子大なんででかいのかもしれないですけど、バラブロにするね。いや言うと思った、絶対言うと思った。色紙は大体ファンの子にもらったものが、前まではバーって貼ってあったんですけど、テープで貼ってたんでだんだん落ちてきて大変なことになってます。今あーこの間面白いこと言ってた子がいて、学校が共学なのになんか好きな男の子とかいないのって聞いたんですよ。そしたら、男子はみんな髪の毛が坊主だから嫌ですよ。そこと思う。汗臭いし坊主だしみたいな。結構男臭いのがあんま得意じゃない子が多いんじゃないですかね。まあ、アキラさんの影響で昔に比べて増えてきてると思いますね。まあ、中にはね、ちょっとキーな目で見られがちですけど、昔に比べるとそういう市民権っていうのが得られてきてるんじゃないかと思うので、恭平です。男装したギャルソンというスタッフが接客する、コンセプト喫茶です。もともとコスプレが好きで男装をしたのがきっかけです。男装は少女漫画の男の子みたいな、なんか王子様っぽいとか宝塚の人みたいって言われるのがすごい嬉しいですよ。そういう男装ファッションだとか、まあ、ゴスロリもそうですけども、そういうファッションで自分を表現して、まあ、日々の生活を楽しめれば、まあ、僕はいいかなと思っているので、今後ますますまあそういった方たちっていうのは、まあ、増えていくかとは思いますね。まあ、好きな格好すればいいんじゃないですかね。別に男装することがどうとも思わないし、でも逆に境界線なくていいんじゃないかなって俺は思うんで、別に男子が女子の格好してもいいと思うし、女子が男子の格好してもいいと思うし、なんかそれに対してやんやん言わない世の中になってきたってことなのであれば、まあいい風潮じゃないかなって思います。ただもともと多分ボーイズファッションって別に男になりきることじゃないんですよ。
そういうファッションを楽しんでるだけであって男になる必要性っていうのは一切なくって、まあ、別にコスプレもコスプレでありだと思うし、ファッションはファッションだけで中身は女の子なんですよ、ただこういうファッションが好きなんですよっていうのもありだと思うし、それは人それぞれの楽しみ方なんじゃないですかね。どうなっていくんですかね。当たり前になってくれたら逆に嬉しいなと思います。こうやってなんて言うんですか、変わってる人みたいな扱いじゃなくて、別にそういう時もあるよねみたいな、男の格好する時もあるよね、でも女の格好する時もあるよねみたいな、男子も女子もそれでいいと思ってるし、自分の好きな格好が堂々とできるような時代になってくれたらいいなって思います。